決算ラッシュの前に見ておきたいもの各鉄道会社は月次情報という1ヶ月ごとの売上情報などをホームページで掲載しています JR は比較的更新が早いのですがそれ以外の私鉄はね10月19日現在公開されていた売上前年比のデータを比較してみたところすべての鉄道会社が100%以上の数字つまり去年よりも売上高が大きかったということが分かりました この中で最も大きな数字だったのは「T」ですが「T」は売上ではなく「T」の利用状況の数字で公開しているため正確な比較ではない点にご注意くださいなお一番数字が小さかったのは「T」でしたまた一部の会社は2019年度以前の数字と比較したデータも掲載していましたすでに100%以上に到達している会社が2つあり7月に「8月に「T」が 100%超えを達成していましたまた公開されている中で最も小さい数字すなわち回復が遅れていた会社はキ<ー>でしたこれらの数字は10月末から始まる決算発表ラッシュを見る上で参考になる数字になるかと思います。